呆れてしまいますわ。まさか空腹でこんな草原で倒れているなんて。うるせえな。財布落としたんだ。しょうがねえだろ。それがそもそも信じられません。財布を落とすなんて、よほど注意力が欠如していないとはありえないことですもの。さあ、カモミールティーをどうぞ。いきなり固形物を口に入れてはお腹に悪いですから。おい、悪いな。あっ、入れたてなんだから熱いのは当たり前ですわ。本当に頭がお悪いんですのね。一度病院に行かれたらどうですの。うるせえなクソ女。お前こそ医者に診てもらえよ。多分内臓真っ黒だぞ。性格悪すぎて。なんてひどいことを。でもこの感じが嫌いじゃない。砂糖足りねえな。もっとくれ。あの、ところでそのアリンさんはどうしてますの。あいつならハーランのとこにいるよ。体を調べてもらうとか言ってたぜ。なんか思うとこあってとか言ってたけど、俺にはよくわかんねえな。そうですの。じゃあ今は私とファングさんの二人だけですのね。いや、キュイがいるだろ。そういう意味じゃないですわ。あなたって本当に人の気持ちが分かりませんのね。何怒ってんのよ。腹黒い上にヒステリーか。お先真っ暗だな。それいい。おかわりいかがですか。おお、くれ。砂糖たっぷりでね。かしこまりましたわ。平和ですわね、今日も。な、そうだな。